ファンに囲まれる、マルガディート・アントニオ・マルガディート・モンティエールは、メキシコの元男子、プロボクサー。アメリカ合衆国カリフォルニア州トーランス出身。ティフアナ在住。第9代 WBO 世界ウェルター級王者。第12代 IBF 世界ウェルター級王者。元 WBA 世界ウェルター級、スーパー王者。トニーの愛称の他に、ティファナトルネードの異名を持つ。 2009年1月、シェーン・モズリー戦試合前の控え室で、マルガリートのバンデージ内に不正パッドが挿入されていることが発覚。後の分析で、パッドには、硫黄とカルシウムが含まれており、酸素と結合することで石膏に変化して硬化することが判明し、マルガリートは1年間の試合出場資格剥奪処分を受けることとなった。フリオセサール・チャベスに憧れて、 ボクシングをはじめ、1994年1月14日に16歳でプロデビューする。しかし、デビュー後12戦で9勝3敗と決して注目されるような選手ではなかった。しかし、地道にボクシングを続け、着実にランクアップする。2000年2月19日、セルヒオ・マルチネスと対戦、初回終了間際にダウンを奪うと、 その後も勢いが落ちることはなく前進し続け、手数とプレスをかけていくも相手も負けじと押し返っていき、好戦的な戦いが続いていたが7回に、相手がロープを背負ったところをチャンスと見るや連打で、攻め最後は、レフリーストップを呼び込み TKO 勝利となり、マルチネスに初の敗北を与えた。2000年6月16日、デビッド・カマウガモツナボ北米ウェルター級王座に挑戦。 二回 TKO で勝利し、自身初タイトルとなった。2001年7月21日、プエルトリコバヤモンのコリセオルーベン・ロドリゲスにて、ダニエル・サントスが保持する WBO、世界ウェルター級王座へ挑戦し、初回に自身の眉付近が切り裂かれてしまい、負傷による無効試合となり、消化不良の結果となった。2002年3月16日、 サントスの王座返上に伴う WBO 世界ウェルター級王座決定戦を、米国、ネバダ州ラスベガスのバリーズにて、アントニオ・ディアスと行い、10回2分17秒、TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功し悲願の世界チャンピオンとなった。2002年10月12日、米国、カリフォルニア州、アナハイムのアローヘッドポンド・オブ・アナハイムゲンにて、 ダニー・ペレスを相手に初防衛戦を行いジャッジ2社がフルマークをつける干渉で初防衛に成功した。2003年2月8日、ネバダ州ラスベガスのマンダレーベイで元 WBA 世界ウェルター級王者のアンドリュー・ルイスと対戦2回2分31秒 TK を勝利で2度目の防衛に成功した。2004年1月31日、米国。 アリゾナ州フェニックスで22戦無敗の挑戦者、ハーキュレス・キベロスと対戦し、2回0分54秒 TKO 勝利で3度目の防衛に成功した。2004年9月11日、スーパーウェルター級に階級を上げ、当時 WBO 世界スーパーウェルター級王者になっていたダニエル・サントスと再戦し、1から2の10回負傷判定負けで敗れてしまった。敗れた。 マルガリートは、またウェルター級へと戻り、そのままウェルター級王者として、防衛を続けることになる。2005年2月18日、米国、ニュージャージー州アトランティックシティのボードウォークホールにて、セバスチャン・ルハンと対戦、慎重さを生かしながら試合を優位に進めていき10回に、挑戦者の左耳からの出血がひどくなってしまった。ためここで試合が、 レフェリーストップ10回2分57秒に TKO 勝利により4度目の防衛に成功した。2005年4月23日、ネバダ州ラスベガスのシーザーズパレスにてメインイベンターとして登場、暫定王者となっていたカーミットシントローンを5回 TKO で破り、WBO 世界ウェルター級王座の統一に成功し同時に5度目の防衛も成功、破れた。 シントロンはプロに入ってから、初めての洗礼を受け全勝記録が途切れた。2006年2月18日、ネバダ州ラスベガスのアラジンリゾートカジノにて、マヌエル・ゴメスと対戦し、初回わずか74秒で相手をマットに沈め6度目の防衛に成功した。2006年12月2日、ジョシュア・クロッティと対戦し、序盤相手の鉄壁のガードで手を焼く場面もあり時折、 パンチをもらうこともあったが、ガードの上からでもお構いなしにパンチを打ち込んでいき、判定までいったものの、文句なしの判定勝利となり7度目の防衛に成功した。2007年7月14日、32戦全勝のウェルター級のホープポール、ウィリアムズの挑戦を受けるも、0から3の判定で敗れ、8度目の王座防衛に失敗した。約5年間の長期政権に終止符を打った。 マルガリートは判定を盗まれたと、この判定結果に不満を示し、すぐに再選を要求した。敗戦後の復帰戦として、同年11月10日に、空位の WBO、インターコンチネンタルウェルター級王座を、ゴールデン・ジョンソンと争い、1回 TKO で勝利して、獲得した。2008年4月12日、カーミット・シントロンの持つ IBF、 世界ウェルター級王座に挑戦。両者は3年前に一度対戦して、マルガリートが小勝ちを収めており、シントロンからしてみれば、リベンジのチャンスでもありたいの王者と挑戦者の立場が入れ替わった一戦であったが、結果は6回1分57秒小勝ちで、またしても帰り討ちにし再び世界王座を獲得した。IBF 世界ウェルター級王座返上後の2008年7月26日に、 ミゲルコットの WBA 世界ウェルター級王座に挑戦。有効打を浴びつつも終始プレッシャーをかけ続け、ついに11回2分5秒 TKO 勝ちを収め、ウェルター級最強との呼び声も高かったコットに初黒星をつけるとともに WBA 世界ウェルター級王座を獲得した。戦前からこの試合の勝者がオスカー・デラ・ホーヤの現役引退試合の相手になる。 予定になっており、マルガリートも自分の憧れだったフリオセサールチャベスのあだを打つとやる気満々だったが、デラホーヤがマルガリートとの対戦を拒否したため実現しなかった。その後、マルガリートが WBA 王座獲得の前線で IBF 王座を獲得しているため、事実上の二団体統一王者であることを考慮して、WBA はマルガリートをスーパー王座に認定した。 2009年1月24日、ロサンゼルスのステープルズセンターで行われた WBA スーパー世界ウェルター級タイトルマッチで、シェーン・モズリーに8回にダウンを奪われ、9回0分43秒、TKO 負けを喫し、王座から陥落した。試合前、モズリーのトレーナー、ナジーム・リチャードソンが、マルガリートのバンデージの中に異物があるのを発見。異物は取り除かれ、 バンデージは巻き直しさせられた。バンデージの中にあった異物は石膏のようなもので、マルガリートが不正行為を働こうとしていた可能性があるとして告発された。バンデージから取り除かれた異物と同じものが、マルガリートの控室にもう一つ見つかり、二つの異物はカリフォルニアの研究所で分析され、石膏と非常に似た性質のものであることが確認された。 その後の調べで2008年7月のミゲールコット戦でもマルガリートが石膏パッドを不正使用していた疑惑が浮上している。2009年1月28日、モズリー戦においてバンデージの中に降下する性質の石膏パッドを入れていたとして、米カリフォルニア州コミッションはマルガリートに1年間のライセンス停止処分を下した。2010年5月8日、 一年三ヶ月ぶりの復帰戦となった WBC インターナショナルスーパーウェルター級王座決定戦でロベルト・ガルシアと対戦し3から0の判定勝ちを収めた。2010年8月18日、同年11月13日、マニー・パッキャオとのビッグマッチがラスベガスで計画されていたが、石膏バンデージ問題のため、 ネバダ州コミッションがマルガリートにライセンスを許可せずラスベガス開催は消滅した。2010年8月26日、米国テキサス州にライセンスを申請していたが、ようやく許可が下りパッキャオ1000の開催はダラスのカウボーイズスタジアムで挙行されることとなった。2010年11月13日、カウボーイズスタジアムで WBC 世界、 スーパーウェルター級王座決定戦が行われ、マニー・パッキャオと対戦。マルガリーと 180cm の身長に対し、パッキャオは 169cm。圧倒的な体格差にもかかわらず試合のオッズは11月2日、時点で23対4。パッキャオが圧倒的に有利と出ていた。試合は1回からパッキャオにスピードで圧倒され、11回、12回には、 ダウン寸前まで追い込まれる場面もあり、0から3で大差判定負け。これによりパッキャオは史上2人目となる6階級制覇を達成した。この試合は両者の合意により、スーパーウェルター級リミットを3ポンド下回る151ポンドの契約体重で行われたが、パッキャオはウェルター級リミットをも下回る144.6ポンドで軽量をクリアし、 150ポンドで軽量をクリアしたマルガリートとの体重差は5.4ポンドあった。また PPV の購買数が全米で115万件という高数字を叩き出した。しかしこの試合のダメージでマルガリートは重い白内障を患い人工レンズ装着手術を二度受けるなど引退の危機に直面した。2011年5月アメリカ南部諸州で起きた。 米観測史上2番目に被害が大きいと言われた、竜巻から被害者たちを支援するために救援活動を行った。2011年11月、パッキャオ戦での目の負傷が原因で復帰は難しいと言われていたが、治療の甲斐もあって順調に回復、再びリングに上がるため、ラインセンスの交付を受けた。2011年12月3日、マディソンスクエアガーデンで WBA 世界、 スーパーウェルター級、スーパー王者、ミゲールコットに挑戦。コンビネーションを生かしたボクシングで、コットが優勢に試合を進め、3回に、コットの左ジャブで、マルガリートの右まぶたが切れる。マルガリートはアッパーで、コットの動きを止めるなど打ち合いに活路を見出そうと、するが、4回以降コットのボディを中心とした攻めに、苦戦を強いられ、ジャブやフックを、 クリーンヒットするコットに劣勢を跳ね返すことができず、10回開始直後、パンチで腫れ上がった右目の腫れがひどく、ドクターにより試合続行不可能と判断され、10回開始直後、TKO 負けで3年ぶりのコットとの再戦に完敗し、王座獲得に失敗した。2012年6月7日、体の衰えを理由に現役引退を発表した。2013年5月、 夫婦仲がうまくいっておらず離婚の医者料を稼ぐために、マルガリートが現役復帰をすると報道があったが、数日後マルガリートは離婚協議中であることは認めたが、現役復帰については否定した。2016年3月5日、3年4ヶ月ぶりの復帰戦をメキシコで行い、6回にダウンを喫するなど苦戦を強いられるが、ホルヘ・パエザ・ジュニアに10回判定勝利。 ありがとうございます。